愛媛の笑顔発信、姫推し。今日は特に大学生の皆さんに知ってもらいたい奨学金返還支援制度について調べてきてほしいけん。はい、井出さん、愛媛県の奨学金返還支援制度、今月29日まで応募受付中なんですね。そうなんです。この制度は学生の県内定着や UI 自衛隊就職を促進しようというもので、現在大学生と大学院生の方の申し込みを受け付けています。愛媛県への若者の就職が進んでいる感じですか？はい、蘇生対象者の認定を受けた学生がこれまでの4年間で113人県内企業に就職されました。また奨学金返還支援制度への登録企業の数はおよそ120社になりました。こちらは登録企業の一つ、四国中央市の福助工業です。生活に身近なさまざまなパッケージを作っている会社です。従業員は全国に1000人以上、その3分の2が愛媛県出身です。奨学金返還支援制度に登録されて6年目と伺いました。これはきっかけは何だったんですか？学生に常に人気のある企業で、あり続けたいという、ね、下心もあるんですけれども、はい、企業目標というのが、ね、社員とその家族のこの幸せを守っていきたいということでやっておりますので、8名入社してくれていますけれども、みんなそれぞれ頑張ってくれておりますし。入社4年目の江口さんは関西の大学から U ターン就職。大学3年生の時に県のホームページを見た父が教えてくれました。仕事のモチベーションにもなりますし、気持ちに余裕が持てたと思います。入社1年目現場研修中の山本さんは高知県出身です。じゃあ愛媛県に住民票がなくても、はい、全国の学生さんがこの制度を利用できるということですか？はい、自分が育った四国の企業に貢献しながら奨学金 の返還の支援をしていただけるということで、安心して働けるかなと思ったので。この制度は県内のものづくり産業分野、 IT 関連分野、観光分野の企業に正社員として就職し、奨学金の返還を行う方に年間返還額の3分の2または16万8千円のいずれか低い額を最長で7年間合計最大で117万6千円を助成するもので、応募受付は今月末までです。審査で助成対象者に認定されますと、県や登録企業から就職に役立つ情報が提供されます。また企業の皆様、ぜひこの制度へのご登録お願いいたします。今週の姫推しポイント、県外にいる学生さんにもこの制度を利用して愛媛県の企業で活躍してほしいね。2月のプレゼントは愛南町ミショーミックの愛南ゴールド極みドレッシングセットを4名様に。南海放送アプリからこの二次元コードを読み取ってご応募ください。愛媛県職員警察官を目指す皆さん、3月2日土曜日リジェール松山で愛媛県職員採用セミナー2024を開催します。若手職員や先輩職員のお話も聞くことができます。愛媛県採用情報ホームページからイベントマイページにエントリーの上お申し込みください。